テクノロジー業界がロビー団体を結成しました。はい。これはまあ、はい、さらっとなんですけど、一つその、はい、テクノロジー団体って、はい、やっぱり我々米中戦争っていうところから考えるとですね、はい、非常にその頑張っていただかなきゃいけない人々じゃないですか。中国のテクノロジーが伸びてきて、はい、それが他を圧倒する時代になりそうだっていうことで、そうですね。はい、やっぱこう、ある程度テクノロジー業界を保護しなきゃいけないっていう流れもある、ね。そうなんです。そうなんですよ。アメリカ発のね。はい。で、それも、やっぱり感じてる、テクノロジー業界の人たちがいるみたいで、アメリカで。うん、でいわゆる GAFA っていうんですか。はい。そうですね。Google、Amazon とか、はい、まあ、その辺がですね、中心になって。Facebook、Apple ですね。Facebook、Apple、はい。はい。この4社がですね、中心になって今、ロビー活動、ようやく本腰を入れたと。はい。今までやっぱり仲悪かったんですかね。そう、仲悪いんですけど。あれはどうしよう。はい。はい。ところが、やっぱり我々政治的にまとまんなきゃいけないっていうところになんか目覚めたみたいでですね。うん、現在、2016年度は2740万ドル。うん、はい。まあ、30億円とかそんなもんですか、これ。はい。っていう日本円になるとそうですね。それが今、2018年度、去年ですけど、献金で、ロビー活動に使うお金が5500万ドルという。ほぼ60億円とかいう。はい。それぐらいの規模に今お金を今、政治ロビーとして突っ込んでるそうですね。はい。なるほど。はい、じゃあもう、どんどん増えていってるっていうことですね。そうですね。で、気になるのはちょっと民主党のリーダー、ペロシ下院議長に相当多額の献金をしてるっていうことらしいんです。やっぱ民主党の方がやっぱ好きっていうのが、ちょっとあるらしいんですけど、はい、とにかくその、彼らの最大の懸念はですね、うん、今そういう、大きくなってるじゃないですか。うん、そうすると、それは昔の、これ、皆さん、石油業界の話、ご存知ですか？そうですね。はい。スタンダード石油ってありましたよね。はい、あれ、分割です。ロックフェラーが、そう、はい。7社に分割されたじゃないですか。はい。セブンシスターズとか呼ばれましたけど、はい。その1920年代のあの悪夢を、今、テクノロジーでやっぱやろうってしてる人たちがいるんですよ。はい。特に民主党の今、左派の候補で、今、すごい人気が上がってるエリザベス・ウォーレンとかがですね、はい、もう、とにかく、ああいう大きなテクノロジーカンパニー、特にグーグルみたいなところは分割しなきゃいけないって、はい、ズバリ言ってるから、はい、そういうところ怖いということで、はい、今非常に大きくロビー活動を本格化してるという記事が、はいはい、出ておりました。非常に難しいタイミングですよね。世界的には、はい、この GAFA、はい、Google、Amazon、はい、Facebook、Apple ですね、ここを G20 でデジタル課税をしようという流れも今ちょうど出てるんですよね。そうすると。どちらかというとね、悪者的な部分が、はい。世界を股にかけて、いろんなところでビジネスをやっといて、一番低い税率のところで納税をすると。合法的にね、はい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 。合法的ですよ。だから、合法的ですね、その日本で散々売ってんのに、日本に税金が落ちずに、他の国に税金を払われてしまう。だから日本は損してるから日本は何とかしたい。で、ヨーロッパの国も各国そういうふうに不満を持ってて、どこの国も自国に一番税収を上げたいという気持ちがあるので、せめて自分とこで売った分は利益出したら自分とこで払えよっていうのが一応。デジタル課税ですね。デジタル課税ですよ。そうですね。はい、それを、どういうふうにこう法案を決めていけるかというところですか、はい。僕らもやっぱ、何これが日本の企業が、はい。世界中から金を集めてって、うんうん、で、それで日本に納税してくれてるんだったら反対です。日本はほぼ今、このGAFAに取られっぱなしで。そうなんですよね。はい、我々、いくらアマゾンに払ってるか。はい、いくらアップルに払ってるか。ああ、そういうことですよ。我々がもう、献金してますよね、献金。っていうことを考えると、やっぱりこれはできてほしいなって思うのが一つ。部分もありますね。はい。反面、うんこの企業たちが頑張ってくれないと、はい、中国の企業が世界を制覇して、うん、そこなんですよ。はい、そこもジレンマですね。ジレンマですね。はい。あと、まあ、アンケート取りたいぐらいですけどね、本当に。はい、アンケート取りたいです、ね。中国に飲まれてもいいから、GAFA から課税してほしいという人もいるかもしれない。それは、本番組ではほぼいないんじゃないですか。はい。どうなんですか、視聴者の方は。はい。はい、いや、もう、目先の憎さだ、みたいな。はいまあ、それより僕は結構感心したっていうのがあるのかいいのかわかんないですけど、はい、やっぱりロビーとしてまとまろうっていう動きが出てきたってことは、これ、
ある程度ですよ。業界としてやっぱ熟してきたのかなっていう。まあ危機感が出た。今更、そう、今更、いやもう今更なんで。今まではこう、花火をね、バチバチ散らしてたんですよ、うん。で、最終的にやっぱクラウドの取り合いになるので、お互いの領域の奪い合いなんですよ。はい、お互いの殺し合いですね。確かに。サーバーでね、継続課金をしていく。はい。はい。座布団式の積み上げ式で、毎月1万円払わせたいとかっていう戦いになってきてるわけですよ。はい。いや、でもこれを敵に回したくないですね。やっぱりこういう団体がもし力で。やっぱまあ、例えばこれ、可能性としてそのエリザベス・ウォーレンとかにダメだって言いつつも、ナンシー・ペロシにいっぱい流してるってことは、はい、民主党側の一応メインの人たちは、には狙い定めていってるわけですから。そうですね。はい、そういう意味だと、このトランプが逆にそこで、ね、政治的に、対立するみたいな構造になったら、はい、ますますアメリカの社会分断していくなっていうのがよくわかりますね。そうですね。これ、ガーファー応援したいけど、はい、そうそうそう。そのままさらっと応援はできないというね。はい、我々ほら当然なんですけど、その出版業界の、日本の出版業界の話を聞いてると、はいはい、もうアマゾン、評判悪いですね。もう本当評判悪いですね。ぶっ飛ばされます。でもそれは逆に日本の、だから業界がその、やっぱりそこに安住しすぎてたって部分もあるわけだし、はい、いや、難しいところですよね、これ。はい。こういうジレンマがいっぱいこのテクノロジー進んでくると出てくるっていうのはね。そうですね。不思議なもんですね。はい。僕なんかも楽天はそんなに使ってないんですけど、楽天があるから、はい、Amazon の、プレミアムの料金がアメリカの半額と。あー、なるほど、なるほど。4000から5000かなんかに上がったんだけど、ね、まあ、はい、それでもアメリカって1万2、3000かなんかなんですよ。知ってます、知ってます。Amazon プレミアム。高いですね。はい、高いんですよ。それに比べると思うぜ。そう、Amazon のプレミアム金額が低いのは、日本に楽天があるからなんですよね。うん、そうですね。で、楽天との勝負がどんどん片付いてきてるんで、うん、徐々に上がってくると。なってきてると。いやー、ほんと向こうはなんかその、はい、アマゾンのやり方とか見ると、数だけしか、もう信用してないですよね。なんか前からのその、引き続きのお付き合いみたいなところとか、はい、そういうの全くなくて、とにかく数字だけでバリバリ切るんで、破壊者としてのパワーはすごいじゃないですか。はい、そうですね。ああ、いや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 。はい。なんで、彼らには頑張ってほしいと思う反面、うん、ちょっとそういうところはね、はい、身近なところではもう何とかしてくれっていうところありますね。そうですね。はい、もう、がっつり僕は勉強したいんだと。はい。いう人はですね、CD をちゃんと作ってますんで。そうです。その CD がです、ね。車に乗るときにね、はい。ああ、そうですね。ちょっと突っ込んで、はい、うん、聞いたりとか、家で。僕もやってます。寝る前に、ね、はいはい。寝る前に、こう。はい、かけっぱなしにして寝るとかね、そういう風にして、はい、まあ、自分のだけじゃなくて、まあ、自分のもたまに聞いたりとかしますけど、はい、僕は結構これで勉強してきた部分は相当ありますよ、はい、まあ、自動的に勉強できるんで、はい、非常にいいと思います。未来予測と戦略 CD、 これは戦略の解説の上位概念、そうですね、こちらを中心にやってるこれね、ビジネス系の人にこれ話をするとすごく受けるんですよね、うん、これ、はいはいはい、そうですね、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけどね。ぜひぜひ、はいはい、こんな考え方があったんだと。そうです。まあ、階層もね、はい。現実を見ながら過ごすと、やっぱその現実に引きずられるので、はい、現実と関係ない事象を持ってきて考えることによって、また違う未来を引っ張ってくることができるということですね。まあ、階層のこれは続編というかね、そうですね、次のやつなので、ね、ぜひぜひ。はい、で、はい、リアリスト入門、はい、この番組でやっぱりその最近リベラルがどうだっていう話をすごいするじゃないですか。で、なぜ僕がこのリベラルについてこう惹かれるのかというと、はい、その反対の概念である、まあ、リアリストの話をやっぱりある程度ここで知ってるから、はい、うん、逆にそのリベラルの不適切さというかですね、はい、その欠陥みたいなのがこう見えてくるっていう、その部分ですね、なぜ弱いのかとか、はい、復活させるにはどうしたらいいのかっていうのをベースになってるのは、僕はやはりこういうリアリストを今まで勉強してきた蓄積がやっぱあるからということですね、はい、これはちょっとね、はい、聞いていただきたいですね、はい、皆さんにも、はい、そして日本 4.0 が出たルトワーク、はい、でルトワークの思想が分かりたかったらまずこれを聞いていただきたい、ね、そうですね、ルトワークのデビュー作をまあちょっと解説しつつ、はい、そうね、学ぶというルトワークの考え方が、はい、分かりやすくなります。そうですね、はい、これもいいですね、はい、で、戦略三部作ということでクラウゼビッツ、はい、戦争論、はい、そして、地政学講座、はい、そして孫子の兵法というふうに進んで、この辺、この三作はもう金字塔ですから、はい、はい、そうですね、出てきますね、はい。